いやこの前の記念よりちょっと手応え感じてますけど、あそういう話じゃなくてもう悪口はもう散々言ったっすよ。みんな誰が欲しいかな。そろそろ間っぽいの悪口でも言います。放送できんすよこれは。冬眠って言いつつ毎日のように出てると思いますけどね。はい、動き回ってます。僕もだってあのガマ氷終わって中5日あったっすけど、そのうち3日か4日ぐらい一緒にいたんで、はい、冬眠はしてないです。はい、今から肩作るらしいんです。スピードガンコンテストに出るため目指せ100キロ。あ、もう肩外れたらしいです全然ダメです。まあそれこそこの前小笠原慎之介くんからあのボールもらったあれで一緒に野球見に行きまして、2人で熱い熱い言いながら名古屋球場で野球見て、でその日っすね、なんか夜一緒に遊んでたんですけど、生涯20億稼がれてるのにやべえ金がねえとか言い出して、まあ走ってないですからねっていうとちょっと聞こえ悪いんで、福澤さんを10人ぐらいお貸ししたっていう、あんな人でもお金ないんすよいや、あの財布の中に銭がなくなったみたいで、まあ急遽ちょっといる用事ができましてこれ以上は放送事故になるんでじゃないですか、福沢さん10人です、はい、聞こえ悪いんでねいやそれがですね、まあ多分ですけどこの勝ち釜でそういうことを喋られたくなかったんでしょうね。N 道くんからその10人が手渡されまして、お前絶対あいつがガマゴーリ行く前までに返しとけよと言われたらしいです。よっぽど喋られたくなかったんでしょうね。ちゃんと今日もこれ入れといてくださいやっぱこうやって喋られるとあれなんじゃないですか、奥さんに何に使ったのとか言われるんじゃないですか、妻子持ちなんでまた、はい、結婚？あ、違う、なんか噂に聞いたんですけど田中沙織っていう相手が、違うんかな、あ、まだ空いてるらしいです44歳独身、よろしくお願いします皆さん。あ、 LINE のアカウント後で載せときますんで、田中さんのいや、どうなんすかね、実際結婚したって聞いてどういう、いやもう僕素直にちょっと嬉しかったです。はい、いやでもさっきもあのエンジン釣りで、おー伊豆部君来てくれたとか言ってくれて、いやそれはもちろん新婚さんですもんっつったら、新婚さんいらっしゃいとか言ってましたけどね、寒とか思いながら多分してると思うんですけどね。まああの戸籍確認しに行けばいいんじゃないですか、西尾市に。はい、相田刑事の悪口はもういいですか、まあ、いっぱいあるんだけどな一つ例えばどういうのがいいですか。はい、これ耳掃除しねえけ、なんてなんてこれさ、かっこいいって思ってる方も多いと思うんで、ああまあね、最近あの西山さんとかと並ぶことが、ああ西君の隣に並ぶからかっこよく見えるんじゃないですか、それは。あ、じゃあ次あれですね、あの写真提供します。あのレース終わった次の日の朝の間の写真、ひどい顔してますから、それじゃあ今度あの提供します、写真を。はい、任せてください。あ、勝ち釜近日発表です。チーム名は、はい、ヒントは R です。